席は学者の会から上智大学教授の中野浩一さんです。お願いします。皆さんこんにちは。お疲れ様です。私も、11時さっきドイツから帰ってきました。なんか海外に出かけるとですね、ちょっとホッとするんですね。日本の状況があまりにもひどいので、すいません。ただまあ同時にですね、日本を留守にしてていいのかなって後ろめたく感じてしまう、そんな国になっちゃってます。ドイツで日本の民主主義今危機的な状況にあるんじゃないかって、そういうテーマでベルリン自由大学で会議をやってました。そこで面白い指標が一つ紹介されていました。台湾国立大学が数年おきにアジアンバロメーターというアジアの諸国に対して世論調査のようなものをやってるんですね。でその中で民主主義っていうのはあなたにとって何を意味していますかということを問うてます。4つの答えから選ぶことになっています。1つは自由、もう1つは規範やプロセスについて、この2つはどちらかというと民主主義に対してのインプットの部分ということになるんだと思います。あるいは前提条件、そして残りの2つが社会的な平等、そしてグッドガバナンス、これは透明性であるとか公平性であるとか法の支配、まあ言ってみれば当たり前のこと、グッドガバナンスでですね、ヨーロッパの国々と比べてアジア諸国は一般にアウトプットに対しての思いが強いということが指摘されています。どこの国においても社会的な平等であるとかグッドガバナンスが民主主義の中身であって、正直言ってあんまり自由とかですね、規範やプロセスには欧米ほどの興味が強くないという傾向が指摘されています。その中でも実は日本が東アジアの他の国と比べてもですね、まあ、残念ながら自由に対しての、まあ、自由って答える人が少なくてですね、 20% にも満たない。それに対して他の国と比べてもアジアで最も多い答え、これがグッドガバナンスなんです。 40% を超えています。そんな国は他にありません。韓国がややその後に続いていて 35% ちょっと超えてるぐらいなんですね。今なんでこんな話をしているかといったら、今だから安倍政権が危機的な状態にあるんです。どういうことかというとですね、自由や規範などちょっとピンとこないっていう人が多いこの日本の社会においても、まともな政治、グッドガバナンスなんてカタカナの言葉使わなくてもですね、平たく言えばまともな政治なんですよ。要は法の下の平等で行政が誰しもを平等に扱う、そういう当たり前のこと、あるいは透明性、説明責任を果たすということ、それさえやらなくなってきている。社会的平等もそうですよね。確かにかつての自民党の政治でも腐敗はありました。しかし今の政権の腐敗のあり方が一番みっともない、一番下品。なぜかといったら、昔の自民党はまだ親分が子分の面倒を見る、要は困窮者であるとか、あるいは地方の疲弊した経済とかにばらまくって言ってたじゃないですか。ばらまきっていうのは当然こうやってばらまくわけですから、広く行き渡るようにするっていうところで票を得ようとしてた、金を得ようとしてたわけですよね。それはそれで問題だけれども、今の安倍政権どうですか。ピンポイントで利益供与してるじゃないですか。そしてそのことをまともに説明しようとさえしない。ここまで私たちは馬鹿にされていいのか。そんなはずはない。まだまだ声を上げる人は少ないかもしれない。だけれども安保法制の時には黙ってた NHK であるとか、あるいは官僚の人とか、今声を上げる人たちが出てきてるじゃないですか。それぐらいまずいことになっているとも言えるけれども、この政権は風前の灯火なんです。この夏までに共謀罪もろとも必ず葬り去って、
もう一回日本にまともな政治を取り戻そうじゃないですか。こんな下品な国はもうたくさんなんです。お友達だとかイデロギーを共有している人だけに便宜を尽くす、公権力や交友財産を私物化する、こんな日本である必要はない。安倍さんはこの道しかないと言っていた。でもこんな道しかないはずないじゃないですか。私たちの知能をバカにするのをいい加減にしてもらいたい。ここから声を上げて、野党が頑張ってます。でも自公に対しての批判をどん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 声を上げましょう。野党はもう頑張ってる。数があまりにも少ない。できることは限られてる。もちろん追い続けることは大事だけれども、それ以上にやらなきゃいけないのは、自公、お前らこのままだったら都議選でボロボロに任してやる。次の選挙でどうなるか見てろと声を上げていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございました。